いけたかな、いけたかな、治ったかな。うわ、いけた、ごめんなさい。たえ、ね、いけてる、電波戻った。俺らがちょっと時空ちょっと先進んでたみたいで、ちょっと先の未来の自分たちがそう お探しました。声だけやで、しかも声体置いてかれてんね。声だけちょっと未来に、声だけ結構言ってた。お腹決まった。はい、あ、いけたって。絶対もう5100人もう絶対これな、消しちゃあかんからな。残り7分消しちゃあかんで、ね、じゃあ見どころ言って。高校生カップルコンテスト、高校生カップルコンテストはやっぱりもう俺たちもさ、カップル YouTuber としてするけども、うん、もう高校はもちろんさ卒業して、もう俺も24になるわけな、うん、もうちょっとで、うん、だからまあなんか高校生の恋愛っていうのを、うんうん、正直全然さ、やっぱり覚えてなかったから。まあそうね、そう思い出させてくれたんと、あとやっぱりもう一組の MC のミキさん、うん、ミキさんとかめっちゃ面白かった。めちゃめちゃ面白い、そうめちゃくちゃ面白かった、前なんかあの関西の番組でミキベースっていう、うんやつでちょっと共演させてもらってんけど、はい、まあ、それ以降約1年ぶりのちょっと共演やからやってんけど、久しぶりやったけどめっちゃ優しい方で、ちょそこもなんかこのミキさんの宣伝そこもちょっとすごい面白かったんで、ミキさんもぜひチェックしてみてくださいそうなんかあのみんなでな、うん、なんていうの、視聴者投票っていう、ホブランが怒ってる、視聴者投票みたいな、バーン、あー、おいで、バーン、なに、なに、ブラン、はい、ブンブン、ミンカってのしばくぞ。そう、視聴者投票っていうのがあって、なんかこう、ダメ、ダメ、みんなに怒っちゃう。ブラダメ、ダメ、ダメ、ブラン、ダメ。あのブランが今なんか窓開けてて、鏡見てる。怒ってんねん。え、そこしブラン意外と声低いって。そうやねん、こんな可愛い顔してな、意外とのぶとい声してる。そうで、ブランダメ、ブランダメ、ニャンニャンニャン。そう、視聴者の方がこう投票して、その投票を、なんていうの、投票をもとに、あ、そう、投票と、あとそのなんて言ったらいいんやろ、カップルでみんなで競い合うねんな、対決を。で、その対決をしながらポイントがもらえんねんけど、そのポイントと、あと視聴者の方がこのカップルが一番いいとか、そういうのを決めていくねんな。で、それを合計して、一番可愛いカップルを、あれだ、決めるっていう動画です、はい。やばい、うち必死説明下手すぎた。これさっき今ブラにあげたお菓子やでいいけど、これぜひ宣伝やる、すごいいい、おいしいので皆さんもぜひ食べてください。食べた自分おいしい。みんなほんまに寝る前にこれ歯磨いた後に食べたらすごい、しかすとかも取れるしかすとれんねんな、うん、ぜひみんなも食べてくださいお母さんと同じ怒り方っていうと、ブラどういうこと、ブラの怒り方やろ。ああ、なるほどな。こんばんは、ヨギさんがコメントしてくれてる。いつも似顔絵描いてくれてる。ありがとうございます。やばいよな、クオリティ。ほんまにすごいもん。しかも超早いよな。いや、ほんまに買いますって言ってくれてる。あ、エアポズプロ10位で当選してもらえた。お餅さん、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。またしたいな、プレゼント企画。いや、またやりたいな。なんかやっぱ久々にプレゼント企画とか、うん、そういうなんてやるの、一緒にみんなと楽しめる系の企画とかやりたい、ね。大阪に行ってほしかった。なみんな言ってくれる。大阪までもな、結構な、やっぱり地元とか大阪やから、うん、帰ること多いから、うん、な、ブランあげ、自分見て怒ってんの、ガラスに反射するってダメ、ほら、新居良き、あ、誕生日しょ、うん、3個届か、あ、今日いい冬服の服着たんでな、あのバーコードの T シャツみんなに届いてって、ストーリーみんなしてくれてた。バーコード全部見た。なあ、みんなやってくれてる。山本君来た。こうきくん、東京の人ぶるのやめてください。もうぶってます。関西弁やん。ずっと標準語喋ってますよ。なんでやねん、そんなこと言ってないよあ、あと4分やん。3分あと3分に言うんだから、自分、え、過去の人なあ、じゃあ長いな、あと3分か2分やね。人とな、あの携帯の時間ちゃうねん、なんかあ、ちょっと1分早いね、うちだけなんかちゃうねん。
そう、あと2分で始まるんで、みんな高校生カップルコンテスト、ブランカップルコンテストで出す予定は。ブラン出たらちょっと優勝しちゃうね。ブランかわいすぎて、男の子来て全部こうやって吠えるからさ赤にあのこれガム狙いに行くで、ガムスティックあげとかだったからガムスティックあげたら付き合えるで、ブランと。楽しみ。コントがんコンテスト、あ、コントドラマか。もうあと3分、あと何分、あと3分やな。3分あと、あとな、あとじゃあ2分だったら、あともう今58分やから、あと1分でちょっと俺らもインスタライブやめるから、1分経ったらぜひやな、はい、アベマの方に飛んで、みんなこのままアベマにシュッて移動して、で、そう、この3330人ぐらいが、はい、あのストーリーしてくれたら、アベマのやつもう全部俺ら見るから、3300個、ぜひみんなあのもう行った瞬間にストーリーして、行った瞬間絶対か、え、絶対関西弁でおると思う。そう、俺らの2人でずっとおるからさ、うん、関西弁あんまな多分な取れへんと思うわな。インスタライブする、またじゃあラストスクショタイム、ラストスクショ、はい、ブラスクショタイム、ブラ超えた感じ、ブラ持ってたよ、3、2、1、そっけな、ブラブラ誰おるの、はい、ということで、ほんまにもう始まるから、はい、みんなぜひこのままアベマの方と、あと俺らの YouTube も今日投稿してから、ぜひそっちも見てください。お願いします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。